ブースレポートです。今回は三井不動産のブースに来ております。担当の村田さんです。よろしくお願いいたします。今回ですね、不動産屋さんっていうことなんですけれども、ちょっとイメージがやっぱり住宅のイメージが強いんですけれども、三井不動産様が今回旅行をテーマにした展示会にご出展なさった理由を教えてください。私たち三井不動産グループは観光客の皆さんをですね、お迎えする旅の場をですね、全国で持ってるんですね。例えば商業施設であったり、ホテルであったり、リゾート施設であったり、例えば東京ミッドタウンであったり、そういった皆様がさまざまな旅をできる場を運営しているという立場でですね、このチーズムエキスポに出展させていただきました。なるほど、そういった理由があるんですね。で今回ですね、日本橋が、ツーリズムエキスポのポスターなんかに起用されていると思うんですけれども、こちらのブースにもですね、大きな日本橋が再現されているんですが、こちらの関連、どういった関連があるんでしょうか。もともとですね、私たちの発祥の地が日本橋でございまして、今でも本社は日本橋にございまして、これから10年20年かけてですね、日本橋をさらに良くしようということで再開発をしております。その中でですね、今日ブースにも出展してますけれども、今年コレド室町2-3という商業施設も新たにオープンして、さらにですね、日本橋に観光客の皆様が来ていただけるようなというような展開しておりますので、そういったことでですね、日本橋と非常に関連があるというのは三井不動産の事業でございます。なるほど、ありがとうございます。コレド日本橋は私も何度か行かせていただきました。はい、いろんなね、新しいお店とかがたくさん入ってて、すごい楽しいですよね。一度だけじゃなくて、繰り返し来ていただけるような体験ができるようになってます。はい、もう一度じゃ物足りないです、全然。はい、それでですね、最後になるんですけれども、三井不動産が提案する新しい旅を一言で言うと、はい、はい、一言で言いますと、三井不動産の新しい旅は発見、体験、記憶です。発見、体験、記憶、素晴らしい3点セットですね。こちらはどういった理由があるんですか。例えばですね、発見で言うと、日本橋に訪れていただきますと、日本の伝統文化とかですね、食といったものを発見できる。例えば商業施設で言いますと、アウトレットモールなどに来ていただけるとですね、非日常の空間が体験できる。で例えばホテル、リゾートで泊まっていただけると、旅の新しい記憶を経験していただけるということで、我々のテーマとして発見、体験、記憶というふうに名付けさせていただきました。素晴らしいです。私もアウトレット大好きなんですけれども、はい、これもまたリピートしていただきます。はい、もういつも利用させていただいております、はい、というわけでですね、こちら、三井不動産ブースリポート以上となります、はい、ありがとうございました。はい。